はいどうも、えー、ケンです、えーまあね。今日は8月の、えー、31日ですね、えーまあ。ちょっと放送っていうかちょっと動画を撮りたいと思います。えっ、ー、とね,、まあねあ、何でもいいんですけど、えーまあ、ちょっとね、えー、頭をよぎったことがあるんで、えー、お話ししたいと思います、えーとね。皆さんはね、お肉好きですかね、お肉。うーんまあ、牛肉だとするしましょう。はいまあ、日本でね、あのすごく、 重宝がられるというかまああのねえー、こう高いお肉っていうのは結構ねあの霜降りだったりだとかですねこう脂身が多いんですよね脂身がねで、えー、まあちょっといい焼肉屋さんとかにねこう行くとこう霜降りのこうお肉とかねこうあるじゃないですかね僕ねあれに結構苦手なんですよねあの霜降りのお肉がね。まあ、何でかというと、まあ、結構ほら あの油が多いじゃないですか油がねで油をね食べるとやっぱりあのちょっとねあのもたれちゃうんですよねもう年なんでねもう若い時みたいにそんなにねこう油を受け付けないと言いますかですね、えー、まあさっぱりしたお肉がいいかなとでまあ僕はあの焼肉屋行くとねロースをね頼んだりするんですけど でも本当はですね赤身のお肉が好きなんですよねあのしえー、っとあのステーキとかもねあんまりあの脂身があるよりもこう赤身の方をね硬いこうギュッと締まった肉の方がね結構好きだったりとかしてで日本のねスーパーでねこのお肉売り場まあね精肉店とか行っても結構ほらあの脂のねいっぱいあるねお肉の方が高かったりだとかして僕はねあのハワイに住んでた時に行ったねこう、まあ、行ってたスーパーのお肉コーナーには。 あまりりね、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 そういうういいいいののの肉とかってては、ね、少ないんですよ、ね、置いてるのが、ね、意外なんですけどもそれよりもねなんか赤身のねこうブロック肉みたいなそういうやつが結構あってまあアメリカ人っていうのは結構こうあまり脂身のね肉よりもこう赤身の肉を好むっていうところがあるみたいなね高まんぱく高タンパクで、えー、低脂肪みたいなね、まあ、そのヘルシー思考っていうのも、まあ、あったりとかするんですけどね。 牛乳コーナーナなんか日本だとほらえーと濃い牛乳とかねえ脂肪分があってこう何ていうんですかね美味しいどうのみたいなよくあるじゃないですかでもねあのハワイで行ってたスーパーはっていうかまあアメリカだと思うんですけどファットフリーっていうねミルクが結構あるんですよファットフリー,えーこう脂肪分ゼロみたいなねあとは脂肪分がちょっと少ないこうねライト系のこうえミルクというかあの牛乳だったりとかですね うーんまあ脂肪分がなか,なかあの少なくして、えー、こうね、えー、まあヘルシー思考でいきましょうよみたいなそういうとこあると思うんですよね。でねまあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど僕はね結構あの赤身の肉が好きでこれね面白いんですよあの食をねちょっと肉に関してはねちょっと面白いことがあって、えー、まあね食肉業者業界の方とかまあね、えー ちょっと怒られちゃうかもしれないですけどもまあね本当のことなんで言いますけど日本のねああいうね霜降りのお肉っていうのはねあのいわゆる日本の芸術なんですよね芸術あの日本の,あの肉っていうのは出荷までね結構長いんですよ生後ね1年以上のお肉なんですよねでオージービーフだったりアメリカのね肉だったりっていうのはもう戦後戦後じゃないあの生後1年未満かなでも出荷するわけなんですよで若いんですよね比較的ね、まあ、成人してすぐみたいな でまあ、そうやって見てみると日本の肉っていうのはこの成人してからが勝負なんですよねそこからこう肉と油をこうねどういうふうにこう入り交じさせるかっていうねそこでまあ,あの餌の与え方だとか運動のさす方だとかいろんなのがねこう関わってくるんですけど、まあ、そこでですね大体ね筋肉の隙間にこうね脂肪が入り込んでるっていうのがもう、ね、ちょっとおかしいわけですよ。ね、よく冷静にねこう考えてみるとわかるんですけども人間でもしね、えー 筋肉の間に脂肪がねこう入ってるようなそんな、ね、体の人いたら、まあ、いわゆる、まあ、成人病というか、まあ、病気みたいな状態ですよねでそれをあのその状態を牛に作るわけですよだから、まあ、考えてみると成人病になっている牛のお肉ちゃんをこうね、えー、食べてる状態、まあ、いわゆる病気の肉ですよね、まあ、病気の肉っていったら怒られちゃいますけど、まあ、病気のような状態というか、まあ、普通の状態ではないですからね自然界にはいない状態のあの あの牛ちゃんでですからそうでしょだってだからにそういうふうに作った作くったあえてこう人工的に作ったお肉なんですよね。で高級なね料理とかね食材とか見てみるとまあ、例えばあのフォアグラなんてありますよねフォアグラ。フォアグラっていうのはあ、ね、れガチョウの肝臓なんですけどもガチョウの肝臓をですね えー、ガチョウを運動できない状態にしてこう首を縛った状態にして無理やりこね喉にこうね、えー、餌を突っ込むわけですよでその、ね、餌を突っ込んで太らせて、えー、肝臓に負担をかけるわけですよねで、えー、まあこう吐いても、ね、吐いても食べさせるわけですよねで脂肪肝肝臓をこう太らせて、まあ、脂肪を、ね、取り巻かせるわけですね要は肝臓にこう脂肪を差し込んでいくというか脂肪で包むというかですね まあ、あの人間でもねこう高カロリーな食事ばっかりしてる人っていうのは肝臓をねかあの肥大してあの脂肪肝脂肪の肝臓ですねなってしまいますクリーミーな肝臓になってしまいますでフォアグラっていうのはガチョウの脂肪肝なんですよねガチョウの脂肪肝を、えー、人間がクリーミーで美味しい美味しいと言って食べている、まあね、これも冷静に考えてみると病気になったガチョウの肝臓を食べているという状態なんですよねで まあ僕が言いたいのはその、ね、病気になった状態の動物の,この肉だったりこう、ね、内臓だったりを食べるのは果たしてどうなのかなっていうところですよね、まあ、健康な、ね、お肉の、ねえー、健康な部位を、ね、食べるなら、ね、こういいと思うんですけども、まあ、昔から、ね、日本にはあったわけですよこう、えー、体の、ね、悪いところがあったら動物の,その同じ部位を食べるといいよと。 まあ、例えば肝臓が悪い人だったら、えー、動物の肝臓をねこういただくとか、まああのーまあ、心臓をね強くしたかったら心臓を食べるみたいなねそういうまあうんまあ迷信的なねそういう考え方があるんですけども、まあ、まあ何が言いたいかというと、えー、グルメは体に悪いいぞととう,うことでした、はいまあ、特に訴えたいことはないですけども、まあ、ちょっとね、えー、さらっと。えー 今日の一日兼トークとして語ってみたいと思いましたはい、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございます僕は赤身のステーキが大好きです以上